東京オリンピックパラリンピックの選手村跡地に建設された町晴海フラッグ内にある分譲マンションが報道陣に初めて公開されました。中央区晴海の選手村跡地で整備が進む。晴海フラッグ今日新たに分譲エリアのマンション12棟が公開されました。こちらの 3ldk タイプの部屋はおよそ102平米となっています。 この広々としたゆとりのある空間と東京湾を一望できるのが特徴です。共用施設も充実していて、リモートワークにも対応できるスペースや、レインボーブリッジを楽しめる屋上テラス、さらに大きな足馬であり、居住者なら誰でも使うことができます。担当者によりますと、ハルフラッグには今後、 学校やショッピングモールなどもできる予定です。